土屋は岐阜県大垣市に本店のある和菓子店。法人としての名称は株式会社土屋。大垣の名家、柿洋館で知られる。1755年に初代土屋恵介が創業。柏屋の屋号で和菓子の販売を始めたが、京都の柏屋で修行したためではないかとされる。土屋家の家紋には柏の葉が3枚描かれている。 創業から一般売りではなく、大垣藩の御用達として生菓子を届けていた。1838年、四代目、右助が、岐阜特産の道場八屋柿を使用して柿洋館を開発。当時の道場八屋柿は高級品であり、柿一個が米一升と10日で納税できたほどだったため、明治時代に廃藩地検が行われるまでは、大垣藩主、 戸だけに収めるため完全受注制で和菓子を生産していた。廃藩地検によって戸だけが去ると大垣では防災企業が発展。土屋では全国から集まった行員が帰省する際の手土産として洋菓子、おのかきなどを販売するようになった。八百九十六年、五代目有彩が親友の竹研究家、坪井助のアドバイスを受けて竹筒の容器を開発し、 現在の形の原型に至った。柿洋館は1902年の第2回全国菓子、品評会で柿洋館一等賞を受賞した。1939年には法人化を行った。太平洋戦争後には、冬柿が柿の主流となり、道場八屋柿の生産農家が激減したため、七代目は無償で苗を配るなどして、維持に取り組んだ。創業家の土屋家は、 昔から新しいものを好んだとされ、果物を洋館にした柿洋館をはじめとして時代にあった革新的な歌詞を考案していた。中でも9代目、土屋正樹が2015年の本和好み集のイベントに向けて制作した水の色は伝統的な観金玉を薄く色鮮やかに作り上げた和菓子で、その見た目から美しすぎる和菓子として SNS を中心に話題となり、 雑誌にも取り上げられた。2017年には日本経済新聞電子版の食べるアートだ。ネオ明かし重戦の3位に選ばれた。ありがとうございます。